今社長の口からもね、そのサービスという話が出ましたが、では本題のこの学割についていきたいと思うんですが、社長、うん、そうですね、はい、ちょうどですね、先ほどのプレゼンに合わせてですね、ええ、今新しいコマーシャル作ってるんですよ。あ、はあ、それがちょうど出来たてほやほやでございまして、それをちょっと皆さんに見ていただきたいと思っております、はい、あれって金ちゃん、多分金ちゃん、金ちゃん、おお、友よ。友よ、なんかいつもと違くない？いつもの金太郎ですが、何か。あ、金次郎っぽくない？確かにこの辺とか何この方。私、学校に通っておりまして。学校？え、なんで急に？時は金なり。あ、こんな時間、え、何今の？日直だった。今年は何かが違う、 AU の学割。あ、女子いっぱいいる。驚愕なんだ。ちょっとかなりですね、いつもおちゃらけてるこの金ちゃんが二宮金次郎にという意外な展開だったんですが。そうです ね、いつもと全然違いますね、なんか ね、これでも僕好きですね。お、はい、この展開映画っぽくて、しかもなんかここから何かが始まる感じが、うん、そうですね、はい、何かが違うぞっていう思いがね、これどうでしょう、有馬さん。なんか初めて今日見させていただいたんですけど、そうなんですね、こうよりなんだろう、ゴールド感が強いというか、すごいやっぱり特別な感じがする。本当に何かが違うなと感じます。そうですね、はい、奈良さんも同じですか。そうですね、はい、なんかまあ学生にかけてね、金ちゃんが寺子屋に行くっていう感じだったりとか、 あと何かが違うといえば、ちょっと金ちゃんがパッてやった時、ちょっと音ちゃんの影響を受けてるのかなってちょっと思ってたりとか、ね、雰囲気がちょっと S っぽいところがちょっとあったりとかするので、ちょっと何かが違うなと。おや、社長、これお三方もなんとなくこう気づき始めてるんですが、何かが違うんですか。え、驚愕。いや、そこじゃないですよね。驚愕。いや、本当にですね、はい、何かが違う、今年の英雄、はい、学割、そんな感じで一言で申し上げますとですね、ええ、まあ、去年はパッカンできましたけども、はい、5ギガをドカンと足すんですよ。あ、はあ、パッカンからドッカンへと。ドカン出てますね、5ギガバイトドッカンという意味ですね、うん、25歳まで。そういうことですか、25歳までずっと5ギガバイトドッカン足していこうじゃないかと。そういうことでございます。桐谷さん、これライバル現れてパッカンからドッカンになりましたけど、てかこれね、すごくないですか。俺最初聞いた時に、ええ、あの1回やと思ったんですよ、はい、1回5ギガもらえると思ったんですけど、25歳まで毎月もらえるんですよ。そうそうそう、ずっとです。それ半端ない。出た生でいただきました今。ありがとうございます。すいません、これ半端ないですね。すごい、だって1年間で60ギガバイト、とんでもないことになりますね、25歳まで。すごいっす、これは。本当に田中社長ドッカンいいですね。いや、もうね、やりましたよ、はい、本当に。有村さん、七尾さん、覚えてくださいますね、はい、今年の学割は5ギガドッカーン。ドッカン、なるほど。この言葉を流行らそうと思ってますからね。ぜひ流行らせていただきたいと。七尾さん、はい、今5ギガドッカンですけども、これ私覚えやすいと思うんですけどね。5ギガドッカンはすごいです ね、インパクトありますね、はい、有村さん、これね、一回聞いてしまえばもう。そうですね、もうなんか耳から離れないワード。ありがとうございます。来ましたよ、来ましたよ。お二人ともね、確実に今しっかり覚えていただきましたから。